水生動物学研究室の太田金也です。今回はですね、私たちの臨海研究場に植わっている桃玉菜について解説していこうと思います。毎年秋から冬になると赤くて大きな葉っぱを落とすこの木、熱帯魚が好きな人でしたらですね、この木の葉っぱがマジックリーフとして売られていることをご存知かもしれません。この葉っぱがですね、この葉っぱの中に多く含まれるタンニン酸を利用して水質を調整するのですね。我々の臨海研究場の周囲にはたくさんの養殖池がありますので、その影響だと思われます。この木がですね、我々の研究場にもですね7本植えられています。昔はこの葉っぱを使って養殖池の水質を整えていたのだと思います。今はほとんどこの木の葉っぱが使われることはないんですけれども、昔の名残だと思われますですね。なんで今回わざわざこの木を紹介しようと思ったかと言いますと、この実の中の実ですね、これがですねどうも美味しいみたいなのです。調べてみるとですね、アーモンドやピーナッツに近い味がするということなのです。でも周囲の台湾の人たちに聞いてもですね、誰も食べたことがないみたいなので、ちょっと自分なりに試行錯誤をして料理を作ってみることにしました。そしてですね、この周囲の特産のですね、この辺の養殖池でですね、養殖されておりますエビと合わせてですね、グリーンパスタソースを作ってみました。なので今回の動画は台湾、イーラン、ジャオシー、トキシオ村、中央研究院、臨海研究所、スペシャルエビ入り桃玉菜種グリーンパスタ紹介動画の第1回となります。すいません、ちょっと長くなりまして、はい。そしてですね、この動画を撮る前にあれこれ調べたのですが、この桃玉菜の実を食べる方法についてあんまり資料が見つけられませんでした。時々東南アジアや西南アジアの YouTube クリエイターの人たちがですね、手で割って食べているのを見たことがあるのですが、どうも大量にこの桃玉菜の実を処理して販売しているような人はいないようなのです。なのであれこれ自分でですね試してみました。まずは収穫の方法です。実は熟すと勝手に落ちてきますので、それらを拾い集めます。どうもこの実ですね、香りが昆虫たちにとってたまらなく良いらしいのですね。なのでもう落ちてくる前からですね、蜂やハエの類が集まっています。そして落ちたらすぐにアリが寄ってきます。当然中に卵を産みつける昆虫の仲間もいますので、拾い上げてバスケツに移すとですね、このような感じで、その昆虫たちの幼虫がですねこうぴょんぴょんと飛び出してきます。あとアリも大量にいるのでですね、時々ですね手に這い上がってきてですね、時々噛まれたりします。なのでちょっとあまりにもこのような昆虫が多い場合はしばらく水につけておきます。そして集めたらこのように日当たりの良いところに置いて乾燥させます。今回あまり経験がなかったもんですからですね、何にも処理をせずに乾かしたものとですね、事前に皮を剥いたものを準備することにしました。ちょっと中を見てみましょう。この桃玉菜の実の構造を切って見てみるとこんな感じです。表面の薄い皮の下に虫たちがいかにも好きそうな果肉の層があり、その下は繊維で覆われております。そしてさらにその下にはコルク質の層があります。つまりこの実はですね、三重の異なる性質の弾力性のある層高に守られているような形になっております。そしてさらにこのコルク質の層の下には非常に硬い殻があってですね、その下にアーモンドのような実が入っています。では最初の表面、果肉繊維の層を取り除くところを詳しく見ていきましょう。実際いろいろ試したのですが、未だに最適な方法は見つけられておりません。もうこの動画を収録した時にはもうこのようにひたすらナイフで皮を剥いておりました。まだ生のうちに柔らかい組織を取ってしまった方が楽だと感じたのです。しかしですね、当然ですが手動で一つ一つ剥くには限界があるのです。なのでどうしてもいくつか放置してしまう実が出てきてしまいます。そうなるとそのまま乾いてしまうんですね。でもそれはそれで今回試みとして乾燥させてから別の方法でこの皮を取り除くことにしました。ラジオペンチを使って一つ一つ繊維質の皮を取り除きました。
った、ひょっとしたらですね、まあ、皆さんの中にわざわざその繊維質とコルク質の部分を取らなくても石かハンマーで叩き割ればいいんじゃないのではと、まあ、お考えになる方もおられるかと思います。はい、私もそうしました。確かにそうやって中の種を取り出すことはできなくもないのです。しかしどうもこの繊維やコルク質の部分が衝撃をこうそのうまく吸収してしまっているようでですね、なかなかきれいには割れなかったのです。なのでこのようなちょっと手間をかかる方法をやっているのです。でもちょっとこれ説明するよりも実際の作業の様子を見てもらう方が良いかと思いますのでご覧ください。でまずはこの石斧、これロマンを感じますね。この石斧です。これで全ての殻を、叩き割って割り終わり、完全に全て作業をオーガニック系サステイナブル系の道具で済ませることができたらなんて素敵なんでしょうと、まあ、そう思いました。まあ、では見てください。はい、これ大変なんです。はい、このまず自分の指を叩き潰す危険性と向き合わなくてはなりません。そしてですね、この木の穴に軽く固定されただけの石斧がですね、もういつすっぽ抜けて飛んでくるか分かりません。柄も叩いているうちに割れていきます。皮むきをしていない乾燥した桃玉菜の実を叩いてですね、中の種を取り出すまで結構時間がかかっている上に、高確率でですね、この食べるこの種子が、この食べるところが、この種がボロボロになっちゃいます。というわけで文明の利器を用いました。この金属製のくるみ割り器、まあ、大体アマゾンで2000円から3000円ぐらいですね。これ良さそうなんです。はい、しかしながらこれまたものすごく時間がかかってしまうんです。もうこの絵を見てください。曲がってますね。そして時間を見てみると、もうこれ石斧とあんまり変わらないんですよね。もう使ってるうちにどんどん曲がって、最終的にもう桃玉菜の実がですね、この間に入らないようになってまいりました。であれこれやってたどり着いたのはこのですね、手こ式のこのマカダミアナッツ割り機です。これだとですね、これですよ、もうこれだとですね、指が完全に挟まれて怪我をするような危険性も少なくなります。なおかつ力が、まあ、徐々に入っていきますので、この弾力性のある繊維質やコルク質の組織をこううまく押しつぶしながら圧力をかけることができます。そして、まあ、程よく割れたところで力を緩めるとですね、中の種をですね、潰さずに取り出すことができます。これです、もうこれです、これですと手応えを感じたところで今回の本編は終了です。はい、これでですね、グリーンパスタの材料の下ごしらえのための下ごしらえの途中まで来ました。こちらのパスタはちゃんと自分で作りましたんでね、これはミッションを成功しているんですよ。まあ、しかしそこに至るまでの道のりはそんなに簡単ではないのです。今回はですね、まあ、こういう形でその途中までお見せしましたが、次回はですね、まあ、次回まだ食べるところまで行きません。皮を割る様子とですね、下ごしらえをするところまでお見せすることができると思いますのでお待ちください。それではまた。